次は C から F マイナーです。 F マイナーの時に正波の1フレットの音が出にくいので、まずですね、体の動かし方について紹介します。左肘、ここの部分を、正波の時にですね、脇腹にちょっとつけるような感じのイメージにします。その時に上から見ると人差し指がこの親指側の側面でこういう風にですね押さえます。この時にこの中指から小指をこっち側にこうやって一緒にくっつかないように、できればこのここですね、この間を頑張って指の間を離しましょう。脇腹をまずこうこのようにつけます。そして指を絞るようにして、手を絞るようにしてこういう風にですね人差し指の側面で押さえます。では実際にコードチェンジしてみましょう。 C から F マイナーです。薬指はまずキープして、小指をこの薬指の真裏につけます。中指を離しつつ人差し指を伸ばします。伸ばす際に肘を脇腹にちょっとつけるようにして、親指側の人差し指の親指側の側面ですね、でこういうふうにつけて押さえます。 C から鳴らします。